それにはね、まずね、グループ組むんじゃなくて、一人で二つの立場を生きなければいけないでしょ。同時にじゃなくていいよ。同時には無理やから。前半戦はある立場で生きた。例えばね。で、後半戦は、それと真逆の立場で生きた。その二つの立場を戦争させない歌。その二つの立場を争わせない歌。で、実際その二つの立場は、この世界でもよくある主義であり、よくある哲学であり、その主義や哲学、立場。でないと困る人同士が戦争している。それをそれぞれの主義、哲学、立場をしっかり自分が生きることによって分析、解析できます。その解析結果、その二つの立場を解決する新しい理論ができるはずでしょう。それを文学化する。それが新しい歌詞。次の時代の歌詞。その次の時代の歌詞を歌っていれば、さっきまで言ってたような現象が起きるわけ。これがフリーメイソンとの約束。ね、今回芸能人の人たちはフリーメイソンとの約束してるでしょ。こう言うたら思い出さない、ね。思い出さない人はその約束してないから、今言った話に、参加できないわけです。参加してたら、たとえ誰かがクリアできてても、やっぱりメイトの方が良かった。じゃあ、それ邪魔するために必死で、プロになって。ある歌手が、あるシンガーソングライターが二つの歌詞をした後、どっちも解析して、そのどっちも解析する新理論についになるんです。それだったら歌手にならん方がいいけどね。その方がはるかに人に影響を与えてるけど、それを文学化して歌にした時点で、新理論の影響力、ちょっと衰えちゃうから。